今回の動画は居酒屋さんのカウンターで女一人が大食いのんべいする動画です。やってきたのはこちら。なんと牡蠣が無料で吸い放題らしいです。すこはい、おめでとうございます。博多駅から歩いて2、3分くらいで着く牡蠣無料で吸い放題。一人なのに最初からローソン入ってきました。今までも塩味ついてるから十分です。味変はまだいいかなって思います。お箸の魚の煮付け。結構味濃くて刺身の食感が残ってる。では注文したいと思います。じわじわ行きたいと思います。すいません、こうやって喋ればもらえるんですか。あ、じゃあお願いします。はい。隣と離れてるのでソーシャルディスタンスにはなってるんですけど、結構ね人気店だと思います。ごまドレッシングこっくりで美味しいんですけど、牡蠣に合うのはこっちの赤い方だと思います。辛みも牡蠣にのっけたらねほとんど消えた。美味しいし美味しい。あ、瓶ビールください。はい、あ、はい、お願いします。なんか瓶ビールってやっぱ落ち着く。ライトいらない気がする。スズキ、サーモン、カンパチ、マダイ、タコ。1.5センチぐらいある。これは美味しい。スズキ。乾杯。ちょっとあのなんか。こんにちは。ちょっとなんか食べたら恥ずかしいような雰囲気を感じる。生姜が効いてて食べやすい。しょっぱすぎないし臭みもないし、なめろう初心者さんでもかなり食べやすい味で、
あ、これ唐辛子って言ったよね。白唐辛子。うん、あ、うん。あ、唐辛子な。あの、個人的にはポン酢が好きです。このまま。酒蒸しって書いてるんですけど、酒蒸しっていうか普通になんか塩汁っていうか、お酒感は全然ないのでね、誰でも食べやすいと思います。お出汁はね、後でお料理食べながらチビチビ飲もうと思います。あ、牡蠣ってポン酢めっちゃ合う。やっぱポン酢美味しい。そろそろ驚かれるぞと期待して次の注文したいと思います。じゃあ牡蠣フライ10個いきたいと思います。牡蠣飯1つと、あと牡蠣フライ10個。はい。一気にならないパターンで終わるかもしれない。すみません。うん。確認が。はい。10個で大丈夫です。県内に行ったらドッキリって結構ね、予想以上にすごいびっくりしてもらえるんですけど、東京ってその辺あんまり人に関心がないところがあるから、そこまでびっくりされないっていうか、ああ変わった人もいるなーぐらいで流される。それがいいところでもあり、ちょっと寂しいなって思って。白ワインと日本酒とウイスキーがありました。青のりソースから。青のり、なんかちょっと甘みがあるかも。ご飯ですよほど甘くはないけど、甘みがあるしね、しょっぱくないからいっぱいかけてもいい感じ。全部いっちゃう。全部いっちゃいました。のりかかっちゃったけど、このまま食べちゃう。ではウイスキーをかけてみたいと思います。すっごいウイスキーの香りがします。また前から失礼します。はい、かき飯さっきやったらいなかったら、最初口に入れた瞬間めちゃくちゃウイスキーのロックっていうかストレートがグワってくるから、うわウイスキーって思ったけど、それがね一瞬でパッて消えて、牡蠣の味した瞬間から一気に爽やかに変わる。びっくりです。
箸で切れなかった。一回食べます。あっ、牡蠣の香りめちゃくちゃふわっときた。口に入れた瞬間、牡蠣の身自体はなんか細かいのが入ってます。十分美味しいけど、こういうのついてきたらちょっとやってみたくなる。オイスターソースの醤油バージョンみたいな感じの味。いいですね。でも昨日橋本さんに言ってたけど、橋本やってたってでしょ。さっきご飯に付いてたのにかき醤油、生牡蠣にしっかりかけて食べたりします。このかき醤油さ、トッピングのやつに別料金でなかったんですけど、正直あの個人的な好みではこれが一番好き。白飯美味しい。日本酒でおすすめっていうか、牡蠣に合うよみたいなやつありますか。辛くとか、軽めとか、重めとか、あ、じゃあそれ一つ、はい、あとなんか、普通の白いご飯ってないですね。ありますか。あ、じゃあそれ一つ。ありがとうございます、オリジナル。他では売っていない日本酒なんです、うん、はい。あ、火事になんないんですか、ここなんか牡蠣。そうですね、ならないといえば嘘になりますが、うん、まあその分お金頼んでいただければ。あ、確かに日本だからこそですよね。日本人ってやっぱりそういう、なんだろう、気持ち的に気使う人種、はいはい、まあそこうまくついてるというか。でもめっちゃ安い。ちなみに平均1人何個ぐらい食べるか、男女で。今でも女性の方が多いですね。あ、女性の方が食べる、はい、あー、でも分かるかもしれない。平均で、あ、平均で20。お、一番今までのお店に来た人の最高記録って覚えてるか分からない。女性2人なんですけど、2人とも87個ずつ食べてる。え、1人87ずつ、はい、ずつ。他にもいろいろ頼んだり、あと瓶ビール。あ、お酒だけ頼んで牡蠣をひたすら食べ放題、はい、あ、そうだ。オリジナルスパークリング日本酒。あ、日本酒。あ、ミオとかチケット全然違う、ガチの日本酒の味に炭酸になってます。甘さがない。美味しい。これこれを買ってたね。え、これじゃない。そうそう、白飯にめっちゃ合う。牡蠣ってまだもらってますけど、もちろん大丈夫です。バケットは1個50円で付けられるよ。
これさ、入ってる牡蠣はさ、さっきの酒蒸しと多分同じタイプで、大きさがちっちゃいのもあれば、大きいのも入ってる感じなんですけど、大きさ比べるとこんな感じで。あ、もらってもいいですか？はい。はい。なんかアヒージョ感は全くないけど、コクが増した。副長、あ、大丈夫です。あと、洗車で、あの、夜間生マッコリ、生マッコリ、はい、はい、なめろを飲んでましたあ、全然いつも入れ飲んでないあ、じゃあ牡蠣、なんだっけ、牡蠣の天ぷらを5個と、これパスタだったらどっちおすすめですか？ペペロンチーノかアラビアータ。おすすめの方はペペロンチーノです、ね。ああ、じゃあそっち一つ、はい、はい。あと焼きの、焼き牡蠣のバジルソース。はい、ありがとうございます。あ、すいません、あとこれください。あ、はい。すいません、はい、このくら、くらまと、はい、ください。トマトソースのカツで、セロリがいる。セロリがいるトマトジュース。なんかね、どっちかって言ったら野菜ジュースに近い味がするかも。ありがとうございます。あ、焼き3種類、焼き牡蠣のフレンチとバジルとタルタル。あ、3種類盛りだったんですけど、これはあの、こっちなんだ。あ、え、そう、ありがとうございます。サルサ、バジル、フレンチ、結構美味しそう。雪が超丸い。
あとバジル。カキ天ぷら。カキの天ぷら初めて食べたけど、ね、これ美味しいです。あ、お腹は全く問題ないです。ありがとうございます。ラスト、おかわりさん。何でも生かしてない。ペペロンチーノとしてまずね、美味しい。生ガキパスタ。天ぷらラストのカキ。ありがとうございました。ごちそうさまでした。また次回お会いしましょう。今から電話でお店の予約を取りたいと思います。普段電話で予約するときに必ず YouTube の撮影許可をいただいてるんですけど、ちょっとねドッキリ要素なんで大食いって知られないように予約したいと思います。かけます。あ、お忙しいところ恐れ入ります。お店の予約を取りたいんですけれども。はい、大丈夫です。お気に入りにしましょう。明日の6時半から1名なんですけど大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、そうしましたらお名前とご連絡先ほど知るか。キッです。はい、はい、08。最近グルメ系のちょっと YouTube を始めまして、撮影させていただけないかなと思いまして。大丈夫ですかね。はい、こういう方は知ってるかもしれませんが、周りのお客様のご予約にならないようでしたら、はい、ある程度のことはしていただいて全然構いませんが。あ、はい、大丈夫です。他のお客様は取ったりは絶対ないので。はい、それにしたら全然問題ないかと思いますが。ありがとうございます。はい、では明日お待ちしておりますので、どうぞお気をつけてお越しください。はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい、失礼します。落ちた。なんか見てる。アイラインが手についてました。消えました。肉汁じゃない、カキ汁が飛んだ。一番上の汁だ。11万、これなんて読むんですか。それ、40万は分かりません。これ手寄せ。11万はなんて言うの。徳永じゃないですか。徳永。徳永の漢字は何ですか。副長です。副長。副長。はい、あれ。特徴だと。特徴。特徴の。こちら。ありがとうございます。
白土のアイスですね。すみません。何のアイス？それは白土。白土？桃のアイス。あ、あ。ここから歩いて 2,3 分のところに大食いのキング山本さんのお店もあるよ。幡ヶ谷っていいお店いっぱいあるね。どうでもいいおまけシリーズ、イエーイ。ちょいと一つ雑学でも。かつお節は世界一硬い食べ物である。硬さを表す単位のモースコードで例えると、ダイヤモンドが10に対して鰹節は7もあるんだって。その硬さは水晶に匹敵。つまり鰹節握ってる人を怒らせたら危ないぞって話ですよ。鰹節握ってる人に気をつけてね。おやすみ。はい、おやすみ。本日は眺めまったり動画を最後までご視聴ありがとうございました。いやー、ドッキリを撮りに行ったはずが、普通に牡蠣美味しかった動画みたいになっちゃいましたね。ま、これもリアルな姿。これからも時々リアルなドッキリ動画を撮りに行きたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。都内がまた危なくなったので、次回はお取り寄せ飯テロです。じゃあ、まったねー。